ナイフで1枚1枚皮を切り落とし、手で2つに割れば美味しそうな果肉が登場。これは台湾の文炭です。このほど中国が2年ぶりに輸入を再開しました。文炭の生産農家は、再開と聞いて嬉しい。しかし出荷が間に合わず残念だ。再開の知らせは遅かったと話しました。またある生産農家は、もし中国の市場にまでさらに拡大できるのであれば、喜んで歓迎すると語りました。 今年は干ばつに見舞われ、分担の生産量は35%減少さらに中秋節まであと2週間しかありません担当者は、中国への輸出はいくつかの手続きが必要でありそれが終わる頃には中秋節が過ぎてしまうかもしれないと語りました台湾の分担の生産量は台南の麻糖が最も多く紀蘭、花蓮、台東の3県の栽培面積は全体の30%を占めています 2年前に中国が輸入を禁止したため、彼の分担は半分以上が行き場を失いました。今年の分担は7月の台風3号によって豊富な雨がもたらされたため、香りがよく弾力があり、平均糖度は10度以上となっています。どのぐらいの分担が輸出できるかはまだ検討中ですが、分担の生産農家の人々は期待に胸を膨らませています。